シンダーグローレイクはすぐそこだよ。シーザー、あれって。おい、おっさん、しっかりしろ。ひどい侵食反応。シーザー、火の湖がエーテル結晶まみれですわ。一体何が起こってるんですの。ルシウスが裏切った。すぐ連れ出してやる。まずはそれから。時間がない。シーザー、必ず死んだグローレイクを守る。勇者は何も取れねえ。かっ飛ばしますわ。
事だぜ。なんてことね。やっと終わりましたね。でも死んだグローレイクはあと数分で完全に消えちゃうね。皮肉ですわね。火打ち石があってもこの距離じゃどうにもなりませんわ。石油が消えたらルシウスはここをどうするんだろうな。もう奇跡でも起こらない限り、火打ち石を届けるぜ。何？待て、シーサー、あんた、こっちの大馬鹿、死にますわよ、正気ですの。シーサー、待ちなさい、エヴァ。シーサー、居場所なんていくらでも買いが利きますわ。そうだよな、ルーシー。石油がなくたって、俺らは別の場所で生きてける。けど、そうしたくてもできねえ奴らはどうなる。これしか思いつかねえんだ。また